こんばんは、上舞です、えー。皆さんいかがお過ごしでしょうか昨日ね、8月29日にですね、えー、ソニーさんから新しいカメラ2台と、えー、新しいレンズが はい、発表されたということでですねこれをね8月29日あたりにねこういうレンズだったりとかカメラが発売されるよみたいな噂はねずっと出てたんですけどそれがね実際発表されて、まあ、実際そのどういうカメラだったのかどういうレンズだったのかっていうのをねいろいろ調べてたんですけど今回出たね2台のカメラなんですけど A7C2GENERATION2、まあ、バージョン第2世代ですね。 とえー、はい。これはね、新しいシリーズになっております。まあ、どういうカメラかっていうところなんですけど、まあ、A7C、C と付くとですね、コンパクトという意味になるので、すごくね、軽量化がされて、サイズもコンパクトなカメラになっているんですけど、で、これはね、あの、スタンダードモデルの、まあ、例えば A7 III だとか、A7 IV だとかね、A7 III の時からね、このコンパクトシリーズが始まったと思うんですけど、まあ、内容はね、A7 III と同じだけれども、えー、形をね、コンパクトに したたというカメラだったんですよであとは、ね、あのフリップアウトスクリーンになったりとかしてたんですけど、えー、今回のもね同じような感じで A74 がベースになっている、まあ、カメラでそれがコンパクトバージョンになっているとでちょっとねあの機能としては違うところもあるんですけど、まあ、センサーだったりとか、えー、まそういうものはねほぼ一緒であの私はですね A74 ユーザーなので A74 ユーザーとしてですね、まあ、この2台の A7C2 と A74 をちょっと企画してみてですねまあ、私だったら 今、持っていない状況だったらどっちにするのかだとか、まあ、持っている状況でね、まあ、どうなのかとか、いろいろね、そういうのを考えながら、この発表に関しての、ね、情報を皆さんにシェアできたらなと思っております。で早速ね、ちょっと比較をしていきたいんですけど、A7-4 がね、すでに、まあ、あのレビューとかもしてますし、まあ、情報はね、えー、結構溢れているので、まあ、違うところだったりとか、そういうところをね、主に見ていきたいと思います。で、まずね、あの公式でね、発表されているスペックで、ちょっと違うところをね、見ていきたいと思います。 まずね早速価格がちょっと出てるんですけど今ね A74 が37万2900円という風になってるんですけど A7C2 に関してはですね正確な価格がね発表されてないんですけど海外のね、えー、YouTuber さんの動画なんか見てたんですけどだいたいね200から300ドルぐらい A74 より安くなるという話でしたセンサーだったりとかはね、まあ、同じものを使っているという話だったのでその辺はねだいたい同じだと思っていただければと思います画素数 ね、3410万画素で,あで動画もね 4K で60コマまででフル HD だと、まあ、120コマまでね撮れるっていうこの辺もね、まあ、同じになっておりますがメモリーカードのスロットなんですけど A7C2 にはね1つしか付いておりませんで a 7 v にはね2つ付いていて CFX プレスタイプ A カードもね、えー、C2 にはねさせないようになっておりますなので CFX プレスタイプ A カードをね使いたいという方はもねこの2つでいくとね a 7 v 一択になるとと思うんでですけどあとは、ね、あのバッックアップで、まあ、2つ、ね、SD カードを入れれる仕様がいいんだっていう、ね、方なんかも a 7 v だけが、ね、それをできるようになっているのでこの辺も、ね、選択肢の一つになるかなと思います a 7 v って、ね、ハイブリッドカメラとして、ね、すごい使われている方多いと思うんですけど、まあ、動画も写真もであの写真の性能も、ね、すごく良くて写真機として、ね、だけで買う方もいらっしゃると思いますであの写真機として使う時に、まあ、よくねこう覗き込んでね写真を撮る方いらっしゃると思うんです んですけどこのねファ,インダーこのファインダーのねドット数がねちょっと違うんですよ。A74 の方が、えー、368万6400ドットに対して、えー、A7C2235、えー、万9296ドットということでドット数がね A7C2 の方がですね、えー、ちょっとね少なめで100万ドット以上はね差があるんですけど、まあ、これはねあのフォトグラファーされている方のレビュー動画を見てね、まあ、この方はね結構やっぱ違うというふうに言ってます やっぱり写真を撮るならこのねファインダーがいい方が断然いいとで私もねそれは写真を撮りながらね感じるところなので LCD スクリーンだったりとかファインダーはねやっぱりいいに越したことはないのと鮮明さだとか明るさもあるのでファインダーをねよく使われる方はね A74 がねいいんじゃないかなと思いますでファインダーの位置もねちょっと違ってて A74 はね大体真ん中にあるんですけど A7C2 の方はですね こっちにねあのファインダーが。 つ、はい、いてるようななな形になりますなのでこここ、ね、フラットなんですよね、まあこの辺も、ね、コンパクトさを、ねあのまあ、極めて、まあ、そういうデザインに、ね、してると思います。で液晶モニターねこの LCD スクリーンなんですけどこちらはねドット数変わりません全く同じになっていて103万6800ドットですねどちらも。でねもう一つの違いが手ブレ補正なんですけど A7C がですね7段階の手ぶれ補正が入っているとそれに対して、ね、A7IV は5.5段階。 となっているので、まあ、A7C2 の方がね、まあ、より優秀に手ブレをねコントロールできるということなんですけど、まあ、実際にねこれあの比較している方いらっしゃったんですけどその動画ではねなんかそんなに分からなかったっていう印象はありました撮った当事者の方もね言われてたんですけどそんなに分からないというふうに言っていましたであのオーバーヒーティングに関してね、えー、実験されている方いらっしゃったんですけどどちらのカメラもね起こらなかったと言っていましたであの A74 ってねあの私買う時に結構調べて買ったんですけどオーバーヒーティング ヒーティングがあるよみたたいいな話とかね、えー、聞いてたんですけど私はね一度もオーバーヒーティングサインが出たこともないですししたこともないですこの方の実験でもね22度の環境下で,で 4K のね24コマを撮っていたんですけど、まあ、結局ねオーバーヒーティングはなくてあのバッテリーが切れた時に、まあ、どちらもねシャットダウンするっていう感じだったんですけどこのバッテリーが切れるタイミングはね少し差があって A7C2 の方がねちょっと早めに、まあ、17分ほど早めにね、えー、バッテリーが切れて でもねあの使ってるバッテリー自体はどちらもねあのソニーさんの FZ100 っていうね、まあ、あの一番ミラーレスカメラの中ではねの大きめのバッテリーになると思うんですけどこれでねどちらも同じようになんか同じモデルでいろいろね厳密にチェックをして使ってたみたいなんで電池の個体によって差があったっていうのはそんなに考えにくい状況だったと思うんですけど、まあ、A7IV の方が少し長持ちしたと、はい、いうことでこれはでもねあのコンパクトなカメラになればなるほど熱がこもりやすくなりがちなので。 やっぱりそれがあってなのか温度もね明らかにね A7C2 の方が本体測ってたんですけど温度温度計で熱か、まあ、ったというような感じでね言ってる方もいらっしゃいましたでやっぱりねこの A7C2、まあ、一番ね大きな違いといったらですねこのコンパクトさまあ C とつくだけあってやっぱりコンパクト軽量化っていうところがね売りのねカメラだと思うんですけどサイズ感がねどれくらい変わったのかっていうところなんですけどまあ質量ねえバッテリーとメモリーカードを含んだ 質量が A7IV がね 658g に対して A7CII がね514その差で、ね、144g あるということなんですけど。 うんまあ、144g だったんで、ね、結構気づける、まあ、変化かなと思いますし、まあ、実際ねあのサイズ感もかなり変わっているので外寸もですね A7C2 が 124×71.1×63.4A74 が 131.3×96.4×79.8 というふうになっているので、まあ、この辺見てもね、まあ、だいぶねコンパクトになったんだなっていう感じはありますよね。であの A A7C2 には新しい、ね、AI プロセッサーが入っているので、まあ、高い表現力だったりとか、えー、色の、ねえー、再現力だったり、えー、あとは、ね、オートフォーカスだとかね、まあ、そういった、ねえー、機能に関してアップグレードがあったということで、オートフォーカスに関してはね、すごいね、良くなったって言ってる方いらっしゃいましたね。で、あのまあ、物だったりとか、人だったりとか、まあ、動物だったりとか、そういうね、認識をすることもですね、えー、まあすごく良、ね、くなっていて、まあ、普段からね、オートフォーカスだったり、トラッキング機能っていうのを、ね、よく使う方 今回のね性能アップグレードで。 ちょっとね、あの、自分のカメラをアップグレードしようかなっていう価値があるかもしれません。で、今ね、これが、あの、まあ、あの、ソニーさんのね、サイトで、まあ、スペック上のね、違いなんかをね、ちょっと比較してきたんですけど、ここからはね、あの、いろいろ、まあ、製品動画とか、まあ、ソニーさんの公式のサイトだったりとかをね、えー、見て、ちょっとね、違いがあったので、まあ、その辺もね、紹介したいと思います。まずね、外観的なところでいくとね、A7-4 にあったね、ジョイスティックが、ま、排除されてなくなってシンプルな感じになっているみたいです。 ステッね普段から使っていない方はあんまり関係ないかもしれないんですけど私はね結構あのフォーカスの位置を変えるときにジョイスティックを使ってねあのフォーカスのポイントを移動させるのでこれはねないよりは私はあった方がいいなという印象ですかねで HDMI も A74 はフルに対して A7C はえミニ HDMI という形になっているみたいですでカスタムボタンねこれもねちょっと私気になったところなんですけど A74 は123までね C1C2C3 までカスタムボタンねついてるんですけど A7C2 は、えー、カスタムボタン2個まで、えー、C1C2 まであると。でもちろんねあの、まあ、ビンマークだったりとか、まあ、いろんなところで、まあ、他に、ね、カスタムすることはできると思うんですけど一定、まあ ななくっった状態となっておりますであの機能的に A7C2 にあって A7IV にないところもあるんですけど、まあ、さっき言ったねあの AI プロセッサーだとかそういうこともあるんですけど機能としてねオートフレーミング、まあ、これもね最近のカメラに入ってきた機能なんですけど、まあ、こう今こうある画角をですね任意、まあのこの大きさでちょっと切り取ってでこの中で私が動いた時にねこの枠が。 この機能もね、まあ一人で撮影するときに、普通だったらね、この末置きでこう移動することはないんですけど、それをこうトラッキングしてくれてるような、誰かが撮ってくれてるような感じでね、まあ、見えたりとか、これね、オンライン会議とかで使う人、まあ、いるかもしれませんし、まあ一あ人でね、えーまあ、YouTube 動画だとか作られている方も、まあ、この機能があると少し動画の幅が広がるかなという感じの機能ですね。であと はね、ログ撮影をしたににユーザーザラッドが使えるようになっておりますこれはね A74 には入ってないんですけど自分のねオリジナルラットを、まあ、このカメラ自体に入れ込んでカメラでねそのこの自分のラットをプレビューしながら、まあ、動画を撮ることができるというふうな機能になっておりますこの機能はねあの入ってるカメラもあるんですけど、まあ、A74 はね入っていないので動画作成ローグ撮影をされる方はねこれがあるとね、まあ、よりねあの仕上がりが予想しやすいというふうな仕様になっております この、ね、A7C2 はね10月の13日にね発売予定となっているみたいです皆さんこういうカメラが出ましたけど、えー、どうでしょうか購入検討される方いらっしゃいますでしょうか私個人的な意見としてはですねまあ私あの今 A74 をねあの持っているんですけれどもこれにね入っていない機能もあるのでこれもアップグレードというのかなまあ新しいカメラなのでねアップグレードというかもしれませんが、まあ、買い替えて、まあ、使うかどうかっていうところなんですけど私個人的には ね、あの、まあ、それはないかなと思っております、まあ。というのも、このカメラでね、満足してますし、まあ、AI プロセッサー入って、まあ、確かにね、このオートフォーカスあったりとか、えー、まあ、このトラッキング機能とか、まあ、そういう改善はね、あると思うんですけど、まあ、そこが欲しいかどうかですよね。そこを重視してるかどうか。逆に言ったら、まあ、A74 は、まあ、EBF のね、あの、ビューファインダーが、性能がこっちの方が良くて、で、あの、加算ボタンも多いと。あとはね、このグリップ感ね、やっぱり、あの、コンパクトになって っていいいるるのででは、まあ、それもももねあのいいところももちろちんんあるんですよ持ち運び、まあ、特に Vlog なんかねやる時だったら、まあ、もちろんその方がね傾向性はいいとは思うんですけど、まあ、写真ね撮る時とか、まあ、そういう時にねあ,のあまりグリップがねやっぱちょっとないのも私は寂しいなと感じちゃうので最近はね A7S3 だとか A74 ね主にまあこう握り慣れてるんですけど、まあ、こんな中であの写真ぶりに A73 とかね握った時にちっちゃってなんか思う。 思うんですよ。なんかちょっと怖くなっちゃうんですよね。なんか滑り落ちるまではいかないとは思うんですけど、やっぱりちょっとね。グリップが深い方が安心感があるっていう手持ちでね。よく私こうやって持って歩いてるんで。まあ これ考えてもね、なんかあの握りやすさ、安定のしやすさっていうのはね、まあ、ボディ的にはこっちの方が撮影だとか、そういうのを考えるといいかなと。あとはね、あのデュアルスロットですよね、この SD カードが2つさせるっていう、これもやっぱりバックアップをね、あの取れるオプションがあるっていうのはですね、あの私は結構重要視しております。やっぱ一つだと何かあった時にね、あのこの SD カードのスロットに何かがあったりとか、SD カードに何かがあったりとか、 した時にもう瞬時に、ね、切り替えてバックアップを取ってくれてるとかね。まあ、そういうのを考えるとまあ、お仕事の時とかやっぱり安心感がねあるんですよ。まあ、外付けでね。同時に録画したりとか。まあそういうこともできるとは思うんですけど、まあ、基本ね。取る時にまあ、そういうセットアップじゃなくても、もうこの1台でね完結してる状態があるっていうのはね。結構、私にとっては理想的なので、まあ、そういうのも考えても a 7 i v を選ぶかなという。 感じですかね、まあ、でもね逆に、まあ、このコンパクトさとあとはこの、A、新しいね AI プロセッサーから受ける恩恵などがねやっぱあるのでまあその内容に魅力を感じる方もいらっしゃるでしょうし A74 よりはお安くなるということなので、まあ、その辺考えても、まあ、こっちがいいやってね思う方もいらっしゃると思うのでこれはねいろいろ、まあ、自分のね利用用途をね、えー、見てね検討するといいんじゃないかと思います <laughs> ということで今日はね新しく発表された A7C2 と私、えー 私が、ね、今持っているカメラ a74 をね。ちょっと比較してみました。えー、もしね。この動画購入検討されている方の参考になれば幸いです。で、あの a7cr のね比較もちょっと考えたんですけど、私あの r シリーズを、ね、ちょっと使ったことがないので、ま、なんかちょっと説得力あんまりないかなと思って <laughs>。あの、とりあえず手持ちで持ってる。a74 とね。だいたいね。内容は似ているけど、少し違うところがある。c2 とのね。比較動画を <laughs> 作ってみました。で、16mm 35mm のね。g マスターレンズ。 ジェネレーション2バージョン、はい、こちらも出たのでね、まあ、私 16mm35mm あのフ16ァ、mm mm えーストジェネレーション、はい、第1世代を、ね、持っていたのでこのレンズについてもね比較動画を出そうと思っておりますのでもしねそういう動画が興味ありましたら、えー、よかったら動画、いいね、評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では皆さんまた次の動画でお会いしましょう。